いきなりですがバイクを買おうとしていて気に入った2台のどちらを買うか悩んでいます。1台目は現行モデルのスポーツバイクで燃費性能が良く年段もあんまり高くないです。もう1台いわゆる旧車で見た目はドストライクのとてもかっこいいのですが古いモデル性能面が不安で値段もそこそこ高いです。僕は大学生なのでお金余裕もあんまりないです。ひろゆきさんなら性能コスパかロマン見た目どちらを選びますか。僕だったらロマンを選びます。僕が昔乗ってたゴリラっていう原付きなんですけど、50cc で割とちっちゃいやつで、で、タンクが9リットルなので、燃費がだいたいリッター50超えるので、450キロがいけるんですよね。ガソリン入れないで。っていうのなんですけど、もう買った時点で中古で、で、ゴリラが最後に作られたのが1980年代だったんですよ。で、僕が原付き買ったのが、1994年とかで、もう10年落ちとかなんですよね。で、普通に新車のモンキーとかが買えるよねっていう時代なんですけど、あえてボロボロのゴリラを買って、で、ブレーキワイヤーが切れるとか、タンクが錆びて穴が開くとかで、2年目に浪人した時に、学習院大学を受けに行ったんですけど、で、結構早めに家を出て、で、代々木ゼミナールっていう予備校に通ってたんですけど、池袋の予ゼミに行って、学習院大学の、赤本の古いやつを解いて、その後に学習院大学に行こうと思ってたら、赤羽と十条の間でタンク穴開いてガソリン漏れ出したんですよね。で、ガソリンがドクドク出てる状態で、これはやべえなっていうので、人があんまりいないところに原付を置いて、電車で移動するっていうので、結果として予ゼミに行って勉強する時間がなくなったっていうのもあるので、なので旧車に乗ってるといろんなトラブルがあるんですよ。そのスプロケットが摩耗しちゃって全然前進まなくなったとか、まあ、なのでそれも含めて面白いと思ってバイクに乗れるんだったりと思うんですけど、そういうのが嫌だったら性能のいい新車を買った方がいいと思います。はい。